クロネコアマズライトチョッピーせーのクロネコチャンネル、イエーイ。あれれ、いやこれはねでかいわ。ん？はい、どうもこんにちはです。クロネコチャンネルのクロネコです。ありがとうございます。禁止ボトル水増し計画、ですね、2週間ほど前に禁止ボトルを崩して、そして普通のおがくずを混ぜてね、そして禁止ボトルを2倍に増やそうということをやってました。それの途中経過をご覧いただきましょう。こちらでございます。こちらですね、かなり菌が回ってきました。うん、こちらなんかはかなり周りもね白くなってきた。でこちらもですね、だいぶ白くなってきたんですけど、まだね回りきってないかなと、そんな感じです。一応ね本物これなんですよ。これが本物のやつでして、まあこれに近づけていってるんですけど、まあ随分近づいてはきたんですけど、もう一歩というところですね。はい、まあなんせ2倍に増やしたってね、時間がねかなり金の再生にかかってるみたいです。やった！さて今日はですね、幼虫の餌交換行きたいなと思います。餌交換するのはね3種類です。まずはこいつたち、こちらですね、これはネプチューンオオカブト、オスとメスということでいただいた子たちです。前回は 20g と 15g でした。今回どれぐらいの大きさになってるのかね、楽しみですね。はい、でかいやつなんでね、オスなんか相当でかくなってると思うんですが、早速餌交換やっていきましょう。ちなみにメスの方は今回こちらのボトルに入ります。そしてオスの方はこちらのね容器に入っていただきたいなと思います。これダイソーで売ってるなんか5リットルのマットが入る容器です。なんでしょうね、食品とかの保存用のやつかなと思うんですけど、これを使います。さあドキドキですね、かなりでかくなってんじゃないかと思う。はっ、あ、そうだね、うんこがありますから食ってますね。よっ、よいしょと。うわ、タイヤみたいに転がって出てきた。そうですね、思ってたよりは大きくないような気がします。はい、前回確認しますけど 20g だったんで、まあ、30g はありそうかな、そんなぐらいの大きさですね。ネプチューンはね時間かかるのかもしれないですね。じゃあ重さ測っていきましょう。さあ行きましょう。 20g からどれぐらい成長したのか、せーの、はい、 33g ですか。やっぱ思ったよりはね大きくなってないですね。よっ、よいしょ。新しいマット準備しておりますね。ここに入っていただこうね、ちょっと掘ってで、そこにね自分がいたマットを少しかけてあげよう。少しでもねやっぱこう自分の匂いを入れてあげよう。だったら安心するとは思います。はい、こんな感じで、33g だったらまだこっちの入れ物に入れなくていい気がするんですが、まあ一応もね用意してるんで変えちゃいましょう。次はメスちゃん行きましょう。さあメスちゃんは前回 15g、 どうなってんだろうか。ん？思ったよりもうんこが目立たないな。食べてないのかもしれないですね。あ、いました。あ、なんかちっちゃいな。こんなもんか。ほぼ成長してないように見えますね。マジ？あれれ、ほぼ成長してない気がします。大丈夫かな？ちょっとかなり不安ではあるが、ねえ、ちょっと不安ですね。体重の方を測ってみたらわかるかな？前回 15g だったんでね、どれくらい上がってるのか、もしくは下がってるのか。確認してみましょう。どうなんだろう。なんか下がってる気がするんだけど。軽いもん。はい。やばい、3g 減。
生きてはおりますね。うん。まあ、どっちにしてもちょっと新しいマットで様子見るしかないので、新しいマットの方にね、移動したいなと思います。よし。とりあえず新しいマットで様子見るしかないので、新しいマット入ってもらって、虚飾かなっていう感じがしますが。うん。はい。こんな感じで、どうかなと思いますね。いや、もう心配ですけど、ちょっとこれでね、しばらく、様子見ましょう。それしかできることないんでね。はい。いやー、どうしようかな。メスの体重下がってましたね。まあね、やっぱうまくいったりいかなかったり、クワガタカブトムシの飼育の醍醐味でもあるんですけど、ちょっと心配です。マットの上に出てるっていうこともなかったんですけどね。どうも虚飾なのかもしれないですね。はい、心配でございます。さあ次行きましょう。次の猫たちはこの子たちです。これはね、アクティオンゾウカブトですね。前回、オスが 61g、そして、メスの方が 50g でした。今回どれぐらい大きくなっているのか、かなりでかいですね。アクティオン。かなりでかいです。さあ、餌交換していきましょう。いきます。はっ。おっと。わ、うんこでかいね。はい。追加でかい容器入ってもらおうかなと思ってるんでね。お、いた。うわぁ、大きいです。うわ、硬い、でっかい、硬い、大きい。ご飯食べてるみたいですね。ただですね、なんというか、もっと大きくなってるイメージがありました。容器が狭いからかなと思いますね。さあ、体重の方を測っていきましょう。はい。71。ちょっと増えてますね。よかったよかった。ねえ。じゃあ、新しいね、ボトルっていうか、さっきのヘラクレスとか入れるようにね、買ったやつ。入れ物の方に入ってもらいます。埋まってもらいましょう。ね。そして、虚飾にならないように、ちょっと自分の匂いのついてるマットを入れてあげます。はい。これでスムーズに引っ越しができるかな？はーい、入りました。この子ね、71g。ちょっと大きくなってくれてましたね。少し安心しましたね。じゃあメスの方行きたいと思います。はっ。お、でかいクソだね。食ってる感じです。え、これでかいぞ、これ。メスかな、本当に。メスじゃないかも。でかいです。いや、これはね、でかいわ。さっきのやつより全然でかいわ。これ、オスじゃねえかな。ひょっとしたら、オスメス反対か、両方ともオスかですね。まあ、体重の伸びからして、向こうひょっとしたらメスかもしれないですね。さあ、行きましょう。これ100超えてるかもしれない。行きます。はい。おー、94。でけえ。まだまだね、あ、95になった。まだまだね、この子はね、増えると思いますよ。これは確実にオスだな。おそらくこっちはオスだろうということで、でかい容器に入ってもらいましょう。はっ。わお。すごい。で、匂いを、ちょっとだけね。はい。よし、こんな感じで、締めまーす。いやー、でかいですね、これ。もうちょっと大きくなると思うな。100は楽に超えてくると思います。次のね、餌交換が楽しみですね。さあ、最後の餌交換はね、この子たちになります。はい、これはね、エレファスゾウカブトですね。こっちがメスで前回25、こっちがオスで前回 18g ということでした。エレファスなんでね、相当でかくなってると思います。では餌交換頑張っていきましょう。まずはオスということで聞いてる子いきます。はっ。お、かなり奥の方にいるみたいだな。ん？
どこだ？あら、さっきの塊がそうか。あららららら、いない。さっきなんか黒い塊いたな。それかな、ひょっとしてお亡くなりになっちゃってたのか。ひょっとして、あれ、木図と消えてる。嘘だろ。あれで、ちょっと捜索をしましょう。おりました。ダメだったみたいですね。こんなになっちゃって。何かがダメだったみたい。全然成長してないとこを見ると、食べずに、亡くなったかもしれないですね。はい。まあ、残念というかもうショックでしかないんですけど、しょうがないですね。こうなっちゃったもんは。ね。残りの一匹だけでもなんとか、大きくしたいなと思います。ネプチューンといいね。エレファスといいね。なんかうまくいってないですね。さあ、この子行きましょう。マットだいぶ減ってる感じですね。おー、でかい。これ、オスだろ。メスって聞いてたけど。いやー、オス、メスかな。いや、オスじゃないかな。これ、でかいぞ、結構。さあ、オスがメスだったり、メスがオスだったり、よくわかんない状態になってますが、体重を測っていきたいと思います。はい。前回 25g。75g、6g、75ですか ?76 ですかね。はい。そうだな。オスだと思うけどな。最後の餌交換していきましょう。まあ、あれですよ。小さい時のね、オスメス判定って結構、当たんないですからね。僕も全然わかんないですから。大きくなってからの方がね、わかりやすいです。まあ、おそらく、オスだと思うな。これぐらいの大きさあれば。まあ、この子だけでもなんとか大きくなっていただきましょう。ね。次は 100g くらいいってるのかなと。はい。餌交換終了でございます。よいしょ。終わりました。お疲れ様です。いや、うまくいかないですね。まずは、ネプチューンについてはですね、育ってましたが、メスが体重がね、減、かなり深刻な状態だと思います。そしてアクティオンについては、両方とも育ったんですけど、オスとメスが反対じゃないかなと聞いてたのとね。そしてエレファスについては、オスって聞いてた子が亡くなっており、メスって聞いてた子がどうもオスっぽいと、そういうことですね。まあ、いただき物なのでね、すごく大事にね、飼育して成長みたいなと思います。はい、じゃあ今日はね、これでお別れです。黒猫チャンネルの黒猫でした。またよかったらね、コメントで感想ください。バイバーイ。